こちら今終了した格闘代理戦争、秋元京馬選手 VS アラン・ヒロ・ヤマニハ選手。5分かける3ラウンドのガチルール。怪物君は、はっきり言って舐めてんな、と。しかし、秋元選手の方は、うまくいけば1ラウンドで KO できると。試合は1ラウンド。フェイントの掛け合い、ローの打ち合い。1分たち、ヤマニハ選手、パンチを振って入っていく。シングルレッグ、片足をくるんと回転させ、バックを取るも、秋元選手、すぐ立つ。 刑事際の攻防、山ハ選手のローブローでスタンドから再開、打撃のやり取り、山ハ選手入れないでいる、秋元選手プレッシャー強める、徐々に追い詰める、山ハ選手手がなくなってくる、とここで1ラウンド終了、秋元選手手を上げる、これは秋元選手いきそうな雰囲気。山ハ選手は右目が腫れている、視界が狭くなっているか、2ラウンドを開始、山ハ選手即出るも、 秋元選手切る。秋元選手の右で山庭選手よろける。そしてさらにボディ、パンチを効かせて、正確なパウンド。なんとここでレフェリー止めて、秋元京真選手、2ラウンド開始早々、勝利いたしました。マイクは、こういう形で勝ててすごい嬉しい。1ラウンド、意外といけると思って笑っちゃいました。朝倉未来選手、MMA 始めて3年、こうやって新しい時代がやってくる。作戦通り、 練習通りの動きができる。ライジンから声がかかるんじゃないですか。彼はとにかく目がめちゃめちゃいい。練習でもパンチをもらわない。それが強み。秋元選手、7月28日、ミクルさんの前座で、相手誰でもいいんで、試合させてください。と。完全にニュースター誕生ですね。タックル切って自分の間合いでボコる。解説に来ている鈴木千尋選手は、内訳もできていた。 個性を生かしてどんどん高みを目指していってほしい。体幹が強くてバランスもいい。対策をしっかりしていたのがよくわかる。若いのに冷静で上がってないところもいい。三ノ輪広場選手は18歳でこれはやばいと二の句が続かない様子でした。